すごい YouTube っぽい。あ、ギリギリいけるギリいけるわ。はい、ありがとうございます。洗ってくるみたいな。おっと、すごい、はい、芸能人になった気分だぜ。はい、結構カメラ下じゃない？うん、下じゃない。じゃあ、いいっすか。あ、お願いします。はいはい、どうも、ケンスケです。めっちゃ遠ざかるじゃん。はい、どうも、ケンスケです。どうも、今日、あれ、違った、違った、違った。どうも、バード&インセクトの林です。はい、今日ね、この方がいるということは、はい、コラボでございますよ。コラボでございます。はい、どこに来たかというと、これ見てもわかんないね。わかるやつないっすね。わかるやつないっすね。わかるやつないっすね。はい、わかるやつないんですけど、今日は、このね、林さんの、今日はこのね、林さんの会社の方に、映像制作の会社の方に来ました。はい、そうですね、バード&インセクトっていう会社やってるんですけれども、はい、うちのオフィスにケイスケさんに潜入してもらおうかな。潜入してもらうってやばいっすね。そう、潜入して、とりあえず、まあ、実際僕とか、なんていうの、普段こう趣味でというか、映像を作ってる人とはまた違 う、 こうガチガチのこう現場でどういう機材使ってるのかとか、どんな感じで作業してるのかみたいなのを、まあ、僕も見てみたかったんで、今日はそういうのね、ちょっと潜入して紹介したいと思います。行きましょうか。行きますか。はい、すごい YouTube YouTube 外ロケっていう感じがします。あ、今日はアシスタントにゆうたくんが、元々のけいすけさんチャンネルの視聴者で、僕らの視聴者でもあった先生が食べてる気がするんで、はい、ギター捨ててあります。ギター舐めて一回。これは、バードのインセクト？いや、違います。あ、違うんかい。出ます。はい、こちらでございます。ててーん。左がバード&インセクトで、うちはシェアオフィスなんで、右が ID 井戸さんっていうデザインの会社と、で、まあ結構ね、こうシェアしてるんですよね。確かに、うん、そうなんです。4つ、バード&インセクト、うちの革小物部門の景色っていうところを、はいはいはい、井戸さんっていうデザイン、井戸さんから分岐したサイドさんっていうブランディングの会社、はいはいはい、そして星野さんと山内さんっていう個人のフォトグラファーの方でシェアしてるっていうようなお店になってます。なるほど、なるほど。ありがとうございます。じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。では、僕はちょっとあれ、うちで作ってる景色というカバンなんで、僕はちょっと宣伝のためずっと言っちゃうんですね、宣伝のため持っておこうかな。でもめちゃくちゃおしゃれですよ、この金具のところが。そうなんです、めっちゃおしゃれだね。金具もめちゃくちゃいいな。あと、ここにスマホが入れるっていう、はい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 、すごい使いやすくて、僕はずっと使っております。この辺も景色のカバンになります。なんかもう、ここの部屋から紹介する感じになっちゃったね。確かに。ここが、まあ、打ち合わせスペースですね、基本的に。はい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 。いやいや、すごいですね、真っ白貴重なんですね。そうですね、一緒にシェアオフィスしている井戸さんっていう方がすごいミニマルなデザインされる方で、はいはいはい、彼らに全部作ってもらったんですよね。あ、そうなんだ。設計を全部お願いして、なんで最初にあった壁全部打ち壊して、うんうんうん、で、全てこの白を打ち落とした形で、うん、なるほど。ここはすごいグレーな感じで、うちはあれなんですよ、写真と映像をやってまして。あ、そう。バード&インセクトの紹介してないですよね。じゃあ、そう。そう、一応、そう、一応、なんていうの、まあ、その写真とか映像とか、お、映像の方が多いですか？うん、同じくらいですね。半々ぐらい。半々ぐらい。写真とか映像とか、まあ、いわゆるクリエイティブっていうやつっていうのかな。うん、イラストとかではないと思うんですけど、うん、そういう写真とか映像の、を主に、こう、企業さんからご依頼いただいて、ブランディングの動画作ったりとか、ブランディング写真撮ったりとか、そういうのを、まあ、作られる会社の。バードです。COO でしたっけ？僕は、ちょっと待ってください。COO です。COO ですね。ってことで、次に行きましょう。次行きましょう。スタジオ行きますか。多分ね、ここは、まあ、視聴者さんそんな興味ないと思うんですよ。そうそう、最初スタジオで。僕が言うのはあれだけど。だから、つなぎを取って、ここに2個目に来たことにしてもいいぐらいです。ケイスケの動画。ごちゃごちゃしているんで、一旦さらっと通過しましょうか。はい、ここがまあ機材庫ですね。はいはい、今回まあ紹介する機材はざっくりスタジオの方に置いたので、はい、スタジオに行こうかなと。はい、ここは撮影のスタジオですね。
YouTuber なの。僕がスタジオで基本的な、まあ、いわゆるスタジオ撮影って言われるのはここでやる感じで、天井の高さが合わないんですよね、うん、だからめっちゃでかいものは撮れないです。なるほど。でも普通の人物の撮影とか物撮りだったらできるみたいな感じで、もっと大きい撮影だったら外のスタジオ使うっていう感じ。はいはいはい、ですね。なるほどですね。スタジオもこんな感じになってます。スタジオって言ってもまあ箱みたいな感じで、うん、まあ基本そのバックシとかを例えば、うわ、初めて見ました。あ、オートポール。オートポールって言うの？これ、オートポールですね。基本、なんか撮影するってなったら、これをこう、天井に立てて、はいはいはい、はい、で、ここ、火に2本立てて、こうバックシー引いて、はい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 、で、バックシー、はい、めちゃくちゃ荒れてる。これは、そうですね、一番長いやつじゃないかな、ちょっと短めのやつですけど、まあ、背景紙とか使う、まあ、いろんな色があってみたいな。パターンが、まあ、一番オーソドックスな撮影ですかね。背景紙。これ何風だったんだ。あ、そうなんですよ。めちゃくちゃライトスタンドが多い。あ、スタンドは多いですね。まあ、この辺は、軽い系のライトを立てるスタンド、はいはいはい、で、まあ、こういうですね。で、僕らの場合はそのもっと重いライトを使うことが結構多いので、うんうんうん、重いライトはこっちのセンチュリーって言われる。あー、見たことあります、これ。スタジオとかで。そう、スタジオによくあるセンチュリーって言われるやつですね、はい、見たことある人がいるのかどうかわからないけど、僕は見たことあります。まあ、単純に倒れにくいってなんです。はいはいはい。この辺をちょっと見てもいいですか？いや、もちろんです。今、あ、待って、これ全然ちょっと、これハウジングですね。あ、いや、え、水中ハウジングじゃないですか？あ、違います。シール貼ってあるだけですか？あ、これ貼ってあるだけです。あ、なんだ。ハウジング探してました。ハウジング探してるんですよ。ハウジングね。うわ、でもすごいワクワクする機材結構あります、ここ。何かあります？カメラですかね。そうですね、カメラ。実際にちょっと、あの現場で使ったカメラとか。そうですね。動画のカメラはね、うちはそんなにすごいカメラ使ってなくて、基本このブラックマジックの BMPCC の 6K がメインっていう感じで、はいはい、まあ、サブで BMPCC の 4K、 これ 4K ですか？これ 4K ですね。 BMPCC、まあ、コスパ高い系カメラですね、うん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 、あと軽いから全然振り回せるみたいな。 BMPCC はもういくらでも出てきますね。本当だ。いや、僕これに12mm、50mm みたいな4通しで24から 100mm まで換算でいって、うん、めちゃくちゃ手振り補正効くってやつがありまして、それだったら結構確かに街で使えるなと思って。いい、めっちゃいい。確かに、それちょっと試してみたいんですよね。そうなんですよね。ブラマジは手振り補正が本体に入ってないんで、うん、レンズで手振り補正ついてないと結構ブレる、うん、で、まあ、あのみんなが多分知ってるカメラとはもう違う、多分知らないと思うんですよ、うんこの辺。あのブラックマジックでいうとシネマカメラっていう本当に映像を作る用のカメラ、うん、なんで、あの僕らが使ってるソニーとかニコンとかとはまたちょっとジャンルが若干違うというか、うんうん、もう動画に特化してる。そうですね、写真は撮れないカメラですね、はい、ただそんなに高くはないです。言ったらアルファとかの方が高いぐらい。確かに確かに。いや、まあ、革命的ですよね。いや、革命ですね。革命、本当に。確かに。ちょっとじゃあ写真の方いきます。あ、写真のカメラ、写真のカメラからいきましょう。うわ、これステージ、これもうみんな知らないと思うんですよ。確かにね、こっちのがレアですよ。フェーズ1、フェーズですね。いわゆるデジタル中盤って言われるカメラで、はいはいはい、よくあるその3号のフルサイズよりもさらにセンサーがだいぶでかいカメラです、ね、でかっカメラ。これはマジでその落としたら会社潰れる。これで多分600万とか。いや、持ってやっちゃって持ってください。いいっすか？あ、でも思ったより重くはない。バランスがいいっすよね、うん、割と。ちょっと首かけていいっすか？確かに。あ、そうです。一応見たことはありましたけど、うん、見て全然知らないメーカー。外しましょうか。シュナイダー。シュナイダー、結構そのフェーズだとシュナイダーがメイン。フェーズ1からはレンズ出てないですか？フェーズ1からっていう感じではないですね。あ、そうなんだ。一応でもフェーズの公式扱いっていうのが一応これで、他はでも結構いろんなレンズが使えるので、結
構でもフルサイズ系のやつとはメーカーのこう名前からして違いますよね。あ、ちょっとはこれは話してもいいですか、一回。怖いっす怖いっす。ちなみになんですけど、どう考えても高いじゃないですか。はいはいはい。何が違うんですか。まあ画質違います、全然。イメージで言うとマイクロフォーサーズからフルサイズに変わった時に結構違います。違いますね。まあ、FPC とフルサイズだと外とかだとそんな感じになるんですよ、うん、マイクロフォーサーズとフルサイズの違いぐらいだと思ってます。フルサイズからベースは、はぁ、あ、使ってみないとでも分かんないですね、それは。分かんないし、しかも結構微妙な、フルサイズでも言ったらめちゃくちゃ綺麗だし、うん、その全然不満がない、うん、しかもレンズとかによってはフルサイズの方が、言ったらフルサイズの方がボケとか大きく出るんですよ、ね、そうなんですね。そのレンズが暗いんですよ、 3.5 と明るいレンズでも F3.5 とかって、はい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 、だからボケの量で言ったらフルサイズも出ることが多くて、なるほど、だからボケの量に例えば魅力感じてる人だったらフルサイズの方がいいって思う人もいる。そうなんだ。そうなんですよね。ケイスケの動画、じゃあ続きましょうよ。はい、今この動画のカメラと写真のカメラを紹介していただいたんで、はい、この3つのこの3つでいきましょう。でかいっすね。あ、じゃあドローン。いや、これは気になってました、名前を見た時から。あれ、どっち？いや、どっちか。頑丈ですかね、さ、頑丈。はい、うわ、でけえでかいわゆるインスパですね、インスパイア。インスパイアっていうドローンです。なんか僕たちが持ってる、ドローン、マビックプロとかエアーとかの一番上モデル。すごっ。そうですね。で、これプロペラつけて飛ばすみたいな。プロペラつけて、カメラつけて飛ばすって感じですね。おぉ、この音ね。これが本当だ。コントローラーが2個あって、基本的に。はいはいはい。で、2人1組で操作するのが基本ですね。一人が機体を動かして、一人がカメラを動かす。あ、え、みんなで同時に接続できるんですか？あ、そうです、そうです。え、基本そのカメラ役の人と機体役の人に分かれて、はいはい、まあ、やる方が、まあ、安全だし、いろんなことできる。あ、レンズつけるんですか？で、普通のマイクロフォーサーズなんで、マイクロフォーサーズ用のレンズがつけれるんで、まあ、言ったらブラマジと共用できる。なるほど、なるほど。ですよね。ここに、こいつを、こういう感じで、なるほど、つけると、これちょっと面白いかも、ここは取っとくで、電源入れると、あー、なるほど、まあ、キャリブレーション的な最初。すごっ。初めて見ましたインスパ映画とかだと、飛んできたのを掴んでそのまま部屋行くと結構あります。全然。そうなんだ。しかも掴む用のグッズもあるんですよ、掴みやすいような。だからこう来たのを映り込まないように入ってきて掴んでそのまま室内に。はあ、結構よくやる。そうなんだ。そうなんです。これが、これとこれがでも照明です。ああ、照明なんだ。なるほど、なるほど。こっちがスチール用の照明。はい、これはいわゆるプロフォト一番多分有名。そうですね、メジャーなメーカーのスチールのストロボ、うんうん、ロボットの、これは D1 かな。これやっぱりこのぐらいでかいのは出力の問題ってことですか。出力の問題は大きいですね、やっぱり。あとは光質、光の質の問題ですね。プロボットはやっぱ光の質がめっちゃ高くて、うんうん、光の色も綺麗だし、まあ、綺麗って言ってもね、ストロボ自体結構綺麗なんですけど、うん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 、あとはこの、なんていうんですか、この丸いこの発光部、なかなかないですよね、丸いの。なかなかないですね。で、まあ、このままこれで使うってことはレアで、なんか例えばこういうやつ、これマグナム、まあ、見たことありますね、なんか。これはマグナムって言われるやつなんですけど、ライトシェーディングツールって言って、その、まあ、光の形を変えるアタッチメントがいっぱいプロボットの場合は出てるので、その時欲しい光によって形を変える。なるほど、いう感じですね。あとはこの HMI っていうライトです、ね。うわ、でかい。これはもっと光量があるやつで、ブロンカラーっていうところが作ってる。ブロンカラーって名前聞いたことありますね。ブロンは結構そのライトメーカーの中でも最強に近いっていうか、っていう感じの
はい、これ年季入ってますね。これ確かに年季入って中古で買ったんですよ。でこれはもうこの見えてるんですよ、この発光部が、はいはいはい、発光部見えてるって結構重要で、ほうほうほう、なんか結構よく Amazon とかで買う LED とかって、うん、まあ、そもそも LED ってなんかこの中変なチップみたいなのがそうですね、パーって出てるやつで、なんかそれだけだと結構気持ち悪いから、うんうんうん、前にこう柔らかくするディフェンサーみたいな、でこれは割とこうなんていうんですか、電球系の光り方っていうか、うんうんうん、拡散するんですか、拡散するっていうよりはこの球体状にこう光るんで、言ったら太陽光の光り方なんですよね。あー、なるほど。つまりこのまま使ったら太陽光になる。はい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 、太陽って透明にちっちゃい球体があるっていう状態で、まあ、影がくっきり出て、夏の光とか作りたい時に LED だとあんまり夏の光っぽくないのかな。確かにこう正方形ですよね。そうですね、しかもなんかこう100個ぐらいついてるじゃないですか、ちっちゃいチップとか、こういう1個の、こういう裸のものっていうのは太陽と同じになる。なるほど。なんでまあ、これが太陽として、その先にこのトレペとかが雲ですよね、言ったら、はいはいはい、そうやって柔らかくしていく。なるほどなるほど。ベースなんです、全て。へー、次の結構長いコンテンツになりそうです。なるほど、使えそう。レンズはね、なんでこのこれだけこれやばいっすよね。そう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 、この辺のレンズは普通のやつです、シグマとかのやつで、これはねちょっとオールドのレンズで、ツァイスのプラナーなんですけど、はいはいはい、あの帝王と呼ばれるやつですね。あ、そうですそうです。なんですけどこれ面白いっすよね、うん、なんかここがもうマウントの形になってる。いやいや、ほんとだ、そういうことなんだ。そう、何このケースって。確かに、これ何につけるんですか。これはあれです、フェーズ1。あ、フェーズ1用なんだ。フェーズも言ったらマウントアダプターでいろいろ遊べるんですよ。シグマのこのアートのラインとかタムロンのレンズとかってすごく写りはいいんですけど、うんうんうん、なんていうかそのかなりギリギリのところで戦ってるなんて、なんか軽自動車めっちゃ改造してレース出るみたいなイメージで、こっちとかはその横をポルシェが流してるみたいな感じの写りです。まず中盤こうあるところからここ切り取ってるみたいなもんですね。そうですそうです、真ん中の特に余裕あるところを使ってるんで、美味しいところだけ。あとはこれはですね、いわゆる建築用のやつ、建築用のチルトシフトレンズっていうような言われるようなもので、なんですよね、なんかずれるんですよね、確かこれ。そうなんですよ、ずれるので、なんていうんですかね、普通に撮ったらこう上向けたらこうパースがつくじゃないですか、はいはいはい、それがこう補正できるっていう、はいはいはい、別に後でもできるんですよ。後でもできるんですけど、レンズの時点でできる、うんうんうん、結構でもポートレートで使う人も多いです。あー、なんかツイッターに見ました、昨日ぐらい。あ、本当ですか。キャノンのこれポートレートでめっちゃいいらしいですねみたいな、うんうん、そうなの。はあ、ここお腹いっぱいになったんで。そうですよね大丈夫ですよね、多分ね。まあ機材のところちょこっと、はい、最後ちらっと見れれば、ちょっと待って、ケイスケの動画若干ごちゃごちゃしてるんですけど、まあその他のものって感じですね。さっきのこうライトのシェービングツールの別のやつとか、はいはいはい、ライトを細めるやつ、これとかも自分で作ってるやつですけど、そういう系のやつとか、これがあれですね、オパオパオパ、さっきも一瞬言ったんですけど、中華鍋みたいなやつで、UT 系の撮影だと大体これ、大体これで、こう例えばおじさんここいたら、はい、この辺から一頭バンっていうのがビューティーの、ちょっとこの化粧とかの感じとかが若干そのあのなんていうんですか、ビューティーっぽいツヤが出つつも硬くないみたいなライトなんで、ビューティーってなったらオパ持っていくみたいなものとか、あと本当に細々したものですね、うん、この辺は。これとかはその充電したままこれ持ち運べるんですよ。あ、なるほど。全部一気にこのアタッシュケースみたいなやつバンって入れて、毎回これ取り外すと大変なの。確かに確かに。全部持っていけるみたいなやつとか。そうですね、まあ、あと地味なところだとギアウンダイとか。ギアウンダイ、ギアウンダイって、まあ、ウンダイって3つ着付いてると思うんですけど、これはそのこれでめっちゃ微調整できると、超絶微調整できるから、なんか物撮りの時とかマクロとかだと、はいはいはい、キュッキュッっていうやつだと、はいはいはい、いいとこで最後をちょっと下にずれるみたいな、一生位置決まんないみたいなのがナイス。ヤンダイはもう一度使ったらもう最高ですね。へえ。
へえ、面白い。いや、ギャンガイおすすめですよ。いいっすね。いや、本当におすすめですね。あとは本当バックシ、いろんな色のバックシとか、まあ脚立はよく使いますね。そうですよね。これは何に使うんですか？これバブルシャボン。これはね、シャボン玉はなんかでも撮影で結構使うイメージある。ちょっと僕ふざけたつもりだったんですけど。いや結構使うイメージある。シャボン玉。なんだろうな、これ何に使った時かな。でもここにどう考えてもシャボン玉機がありますもんね。これ何の撮影だろう。これでも物撮りで使ってるかもしれないっす。あ、シャボン玉とか物撮りで、例えばその資生堂さんとか化粧品の撮影とかで、結構うちってすごいこう作り込んだ物撮りをすることがあって、そういう時とか。へえ。結構あれでした、突っ込んだつもりが割と真面目な使い方。へえ。いや、なんかあの思ったより真面目な回答が出てきました。そう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 。すいません、なんかお邪魔してしまってます。面白いこの感じ。もう完全に YouTube。 あ、これうちにもあります。あ、これそうなんですよ、うちにもあって、ごめんなさい、うちにもあって、はい、ケースケさんの家にもあって、オフィスにもあるっていう、はい、僕はね、最初にこのオフィスで見て、あ、そうなんですね、買ったんですよ。はいはいはい、いいっすね、これこれ、これの話面白い。これいいっす、機材紹介。おすすめ、結構でもおすすめ、この機材。あ、そしてうちの PR の、あ、YouTube も出てます。配信したことあります。あ、ですよね、はい、ありがとうございます。高沢です、はじめまして。はじめまして、白戸です。うちの PR の白戸さん、はい、よろしくお願いします。ご高名な、ご高名じゃん、全然ご高名なっていう感じで、はい、ちょっと今機材見せてもらったんで、オフィスの方もちらっと一瞬一瞬だけ。ここは作業部屋でございまして、うちはあのカバンを作ったりとか、あとは一緒にシェアオフィスをしているデザイン会社の井戸さんもプロダクトのデザインをされるので、はいはいはい、そのあれですね、試作品を作ったりとかっていうようなことをする部屋なので、ちょっといきなりね、多分全然違いますけど、マテリアル系、マテリアル系です、めっちゃ。いいですね。でもなんかそうです、ね、いいですね、こういう作業部屋好きです。ミシンとかもあるんですね。あれミシンですね。ミシンが、あれが革のカバンをうち作ってるので、それ用のミシン。革もいけるんですね。いけます。革はめちゃくちゃ硬いからミシン難しいって言って僕漫画に知りました。あ、そうなんですね。はい。ここがいつも僕らが働いているこんなですね。こんな、あのなんとなく、すごい、あの皆さん集中されてる。声出すのがちょっと怖くなりました、今。ケースケの動画。はい、って感じで、まあ、いろいろ見させていただきました。めちゃめちゃ声もいいからね。確かに、確かに。いろいろね、機材面で結構やっぱ違うなっていうような感じかなと思ってて、うん、なんか、すごいいい日にお腹いっぱいになりました。そうです。なんか僕らも、そんな説明することないかなと思ったら、結構1時間ぐらい回して。いや、そうなんですよ。今1時間ぐらい回してて、動画公開どうなってるのか分かんないけど、そう、とりあえず1時間カットがあるってことに、俺はちょっと恐怖を覚えてます。1時間いや、すいません、なんか、10分ぐらいで終わっちゃうんじゃないかなと思ってたら、全然そんなことですね。いや、でも本当に、一個一個見たことない機材というか、なかなかやっぱ一般の方が持たないような機材がすごく多かったんで、まあちょっとね。その辺、見てくださった方、参考にしててどこ参考にするんじゃって話かもしれないですけど、そうですね、まあ、なんか1個だけ取り入れてみるとかね。はいはい、確かに確かに、多分そうすると1個それに関しては1つ上のレベルになれるので、確かに確かに、割とそのプロフェッショナルとしてちょっと有名になれるかもしれないですね。はい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 、1個だけ分かんないけど、フェーズ1だけ買ってみる、例えばフェーズ1だけ買ってみる、結構ハードル高いいっちゃうあ、でもあれです、60回払い、ああ月10万のきついっすねでもこの前ゆうとさん買ってましたね。あ、ゆうとさんやばいっす、やばいっすね、やばいっす。もう最近、まあ、結論としてはとにかくゆうとさんは儲けてるっていう、はいはいはい、結論っすかね、この動画の結論としてこれ言っていいのかなゆうとさん何も興味ないけど、はい、じゃあという感じで、今回の動画はこんな感じにしたいと思います、はい、でこの続きまた、後編というか、ね、バード&インセクトさんのチャンネルの方でもトークをさせていただく予定なので、うん、そちらの方概要欄に貼っておくので、ぜひそっちもチェックしてみてください。ぜひよろしくお願いします。
はい、ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またいいねと高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。わかんないことグー。それだ